追いけ駅は、北海道雄仏郡阿比良町追いわけ中央一番地に、ある、北海道旅客鉄道の駅である。駅番号は、K15。電報略号は多い。事務官コーは13330。特急、十勝の全列車と、大空5号を除く下り全列車、上り2.810号が停車する。室蘭本線を所属線としており、 石章線を加えた2路線が乗り入れている。駅番号は、石章線に準拠した K15 が与えられている。かつては、夕張線からの石炭貨物列車が多く往来して、栄え、広々とした構内にその面影を残す。切符には、大宇本線の追い分け駅との区別のため、追い分けと表示される。札幌から、旭川方面、苫小牧室蘭方面以外で唯一。 特急定期券、かよ、エールを発売している。駅構内にあった、追い分け機関区や、運転士の所属していた、追い分け運転所については、追い分け機関区を参照。1975年9月の追い分け駅と、周囲 1.5km 範囲。上が、左から、貨物仕分け用引上げ線、室蘭本線岩見沢方面、及び、夕張線に夕張方面。 ホームは間に2本の太平洋中線を挟む端式と、島式の複合2面3線で、切り欠きの4番ホームは、まだない。この内端式ホーム1番線は、夕張線が発着していた。駅裏北側にある、機関区の大きな、大木型車庫は、この写真の約7ヶ月後に消失した。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成も、ともとはこの地方の故障である、職内を駅名とする予定であったが、夕張線の分岐駅となる予定から、古くから分岐路を表すごとして用いられた、追い分けを駅名とし、後に、阿比良村から、駅周辺地域を分損する際には、村の名称となった。なお、追い分け町は2006年に、早北町と再度合併し、阿比良町となった。 駅舎に面した単式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線及び二番乗り場の岩見沢、新徳方を切り替えた切り欠き式ホーム一線、計二面四線を有する地上駅。各ホーム間は、湖泉橋で連絡している。駅の南側で、赤昌線が、室蘭本線をまたぐ形で、立体交差している。1.2番乗り場の間に中線があり、赤昌線の通過線となっている。 社員配置駅。営業担当は平日の日中のみ配置だが、輸送担当は終日配置されている。緑の窓口、自動券売機が設置されている。以前は、キオスクもあった。駅舎の半分は、追い分け保線所となっている。管理駅として、室蘭本線等朝駅、立高市駅の各駅と、石昌線、川端駅を管理下に置いている。 一日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。